ます。トシトラです。今受付行ってきました。受付行ってきたら僕の動画をね見てくださってる方がいまして、結構お話ししてました。ありがたいです本当に、見ていただいてるってすごいありがたいことですよね。本当に感謝してます。本当にありがとうございます。またね納品先で一緒になったらまたよろしくお願いします。今7時54分ですね。僕の終わる時間がだいたい多分8時45分かな。まだ1時間近くありますんでね。もう汗びしょびしょなんですよ。今日眠れなかったんですよ。眠れなかった。暑くてクーラーつけて寝たら今度寒くて目覚めて、でまたエンジン切ってクーラーも消すじゃないですか。そうするとまた暑くて目覚めての繰り返しで全然眠れませんでした。顔もなんかね、顔洗ってきたんですけどね、なんかテカテカなんですよね。テカテカだし、なんか体もね、一応汗取りシートみたいなやつで拭いたんですけど、ベタベタベッタベタ。いや、それではね、ちょっと今はい、まあそれではね、今からちょっとまた時間までね、ゆっくりしますんで、またはい、納品完了です。今からね、茨城県に戻って積み込みをして、それから千葉県の成田市に行きたいと思います。それでは行ってまいりましょう。だーい。伝票ができてないんだって。今10時に積み終わりました。慌てなくてもよかったから。緩衝材かなんかなんですかね、高速道路にね落っこってたの。あれ何だったんだろう。すごかったですね、みんな高速のね方のね後をついてって。初めてですよ、生まれて初めて高速のなんかあれ警備員っていうなんだか分かんないんですけど、あの人の後をついてったの初めてです。大変な仕事だなと思って、下手したらね一歩間違えたらね事故につながりますんでね。暑い。ここねアイドリングストップなんですよ。アイドリングストップなんでね、暑いよ。まあね、伝票できるまでちょっと待っていきたいと思います。はい。成田の方に向けて走っていきたいと思います。はい。ここ50キロなんですよ。30キロで走られてるんですよ今。今日これ午前中につけないといけないんですけどね。30キロですよ。参った。はい、今11時50分です。成田に着きました。よかった、午前中どうにか間に合いました。ただ卸がね午後になるっていうことでね、よかった。よし、今日のお昼ね、朝従業員の方にね
運転手か、運転手の方に、会社の運転手の方にね、お魚ソーセージをいただきましたんでね、これ今日のお昼にしたいと思います。まあ、それではね、今日一日まあこういう流れだったんですけど、やっぱり東京とね、茨城とかね、成田方面からはやっぱり違いますね。緑があって茨城の方は緑があってね、なんかのどかでよかった、まあ、それではね、そういう感じで今日は終わりたいと思いますので、最後までね、ご視聴の方ありがとうございました。また明日お会いしましょう。またね、バイバーイ。